形あるものはいつか壊れる。壊れたものに再び命を吹き込む。美しき職人技の世界。修理に見せます。今回の舞台はこの部屋。修理人が使う道具はルーペ、ビーカー、染料、さまざまな機械に筆、そして薬品。見せる修理人はこの方、福永真一さん。福永さんの修理の技、それは染み抜き。扱う品は町のクリーニング店はもちろん、どんな店に出してもきれいにならなかったものばかり。衣類についたシミはもちろん、靴やカバンまで、あらゆる身の回りのものを今まで3500点以上もよみがえらせてきました。修理人はクリーニング店でシミ抜きの基礎を学んだ後、独学で染色技術を習得。どんな汚れも落としてくれる、そんな噂を聞きつけ、全国から依頼の品が寄せられる。大切な品を元の姿に戻してもらおうと、一縷の望みを託した手紙とともに、大切なものの汚れ直します。福岡県にある修理人の作業場。この日も新たな依頼品の箱が開けられた。今回修理するもの、それはスタジアムジャンパー。ワッペンや布地の部分に白く汚れが付着。革製の袖は黒ずみ、表面が剥がれてしまった箇所もある。取り掛かる前に必ず依頼人の話を聞く。そこから作業は始まる。はい、おです。あ、すいません、クリーニングステーションの福永と申しますけど。どうもこんばんは。こんばんは、お世話になります。お世話になります。まあ、ちょっと状態拝見させていただいたんですけど、まあ、年季も入ってますし。そうですね、もうかれこれ20年くらい前に買ったスタジアムなんですよ。はい。高校から大学時代の年間にかけてですね、毎日来てましたんで、思い出はむちゃくちゃ深いですね。依頼人が高校生の時、留学先のアメリカで購入したスタジアムジャンパー。どこへ行くにも一緒だったお気に入りの一着。20年前の輝きを取り戻すことができるのか、修理人の腕に託された。まずは依頼の品とじっくり向き合う。触ってみてやっぱり一番最初に分かるかな。ああ、こういう感じでこういう風になってるんだったらこういう風にしたらいいのかなって、問診してみるってことだよね。なんとスタジアムジャンパーをバラバラにし始めた。実は解体するのは素材ごとに汚れの落とし方が異なるからなのです。手際よくパーツごとに分けられました。染み抜きが始まりました。まずは胸元のワッペン。手垢や20年分のさまざまな汚れがついています。
単純にそのシミに対して何かをつければいいっていうわけじゃなくて、その素材がどういう風になってるか、どう経過していったかっていうのをある程度イメージすることがすごく大事。イメージをもとに有機溶剤や活性剤を組み合わせ、汚れに適したシミ抜き剤をその都度調合するのだそうです。汚れに直接塗りつけます。毛とかいっぱい上にくっついてるように見えたから、表面にくっついてるやつを溶かして下に落としていった。綺麗になったように見えるが、汚れはまだ抜けていません。まずこのマシンを使って洗浄。高圧で噴射される薬品で汚れを落とし、下からバキュームで残さず吸い取る。次に手にしたのは超音波で汚れを落とす洗浄機。繊維の間に染み込んだ汚れを溶かし出すのです。白い汚れが浮き出てきました。他のパーツの汚れもシミの種類に合わせ手順を変えながらくまなく落としていきます。ワッペンと襟、袖口、身ごろのシミ抜きが完了。続いて革製の袖の修理。機械や水を使えない革は専用のシミ抜き剤で表面の黒ずみを落としていきます。落ちずに残っている部分は汚れではなく革の表皮が剥がれてしまった箇所。シミ抜きで元に戻すことはできません。だがこの傷んだ革が修理人の手にかかれば元通りになります。手にしたのは人工表皮と呼ばれ、修理人が考案した革の修復材料です。慎重に貼り付けていき、剥がれた革の表皮を補います。いかにその本当の革っぽくなじませてあげるかっていうところがすごく大事だと僕は思ってて、人工表皮を使うことで本来の革に近いイメージでそこを仕上げることができる。仕上げに日焼けや色抜けにより変色した部分を元の色に染め直す。シミ抜きという枠にとらわれない自由な発想と丹念な技が大切な品をよみがえらせるのです。気になりますね。なんかね、気持ちいいですね。思い出の詰まったスタジアムジャンパーがかつての輝きを取り戻した。胸元にこびりついた白い汚れは姿を消し、黒ずみ、傷んでいた袖は革の風合いをそのままによみがえった。やっぱりそのものにはなんていうのかな、ストーリーがあるでしょ。直すことによってまた生き返るっていうか、そのストーリーの一部としてね、僕が参加させてもらえるっていうのはすごい面白いよね。
思い出のスタジアムジャンパーが依頼人の元へ届けられた。うわすごい。うわすごいっす。あ、すごい、こう綺麗になってる。よみがえってきました。なんかいろんなことがよみがえってきました。これで学校に、この原付乗って学校に届けたこととか、お風呂屋さん行くのもこれ、来てましたよね。これはお父さんでも来ちゃって。わあの青春の輝きをもう一度。